感は一体何よ。やめてくれ。お前な、僕の立場に立ってみろよ。頼むからここではおとなしくしててくれ。頭下げようが出ねえよ。お前、ここが食堂かなんかと勘違いしてない？ああ、全然分かってないっすね。自分で行くという発想は浮かばないのかよ。裏設定は隠されていません。壮大な嘘つかな。最初も最後もねえよ。僕、むちゃくちゃ本望そうっすね。出ねえっての！そろそろ寝ない？じゃあ僕シャワー浴びてくっから。それは、その、何と言いますか。
はい。遅刻してます。ついていっていいですか？それは一人で行くのは不安だからです。何のことだかよくわからないです。いえ、取り立てては。と言っても嫌いなわけではないです。どっちかというと好きです。手紙でもないと思います。あ、朝のホームルームの時に配られたプリントです。遅刻とかしない方がいいと思うんです。でもその学校にはちゃんと来た方がいいと思いますから。そういうわけじゃないですけど、でもその、
出過ぎたことを言った私が悪いですから、すみません。おい岡崎、委員長泣かすなよ。姉貴が飛んでくるぞ。大丈夫です、泣いてませんから。しないようにしてください。選んでください。見せてください。あ、岡崎